ダラッチ、何を見てるの？わあ、すごい。ねえ、ダラッチ、寝てば。ん？あ、ごめん。高校生のみんなのキラッキラな姿に夢中になっちゃって。ああ、沖縄県産業教育フェアだね。これはね、専門高校や特別支援学校などで学ぶいろいろ。みんな頑張ってる。あの、僕の話聞いてもらえる？専門高校や特別支援学校などの魅力を見て知って楽しめる第27回沖縄県産業教育フェア、高校生チュラサンフェアが現在ウェブ上で開催されています。今見ているのは昨年度公開されたものです。県内の工業や商業などの専門高校や特別支援学校などに通う生徒の学習成果を広く県民に紹介するイベントで、実習の様子や生徒の作品、課題研究、ロボット競技などの様子を動画や写真で見ることができます。こうやって9つの部門に分かれ、延べ39校が参加、合計115本のコンテンツが公開されたんだって。特にこれから進学予定の小中学生の皆さんにとって、楽しみながら学校の魅力を知ることができる内容となっているんだね。ここで今年度公開されている動画を少しだけお見せします。まずは農業部門。栽培、畜産、食品加工、環境といった分野の実践的な学習や、生徒たちが自主的に取り組むプロジェクトの様子などを紹介しています。続いて工業部門。こちらでは生徒の作品制作や各種コンテストの取り組みを公開中。技術者の卵たちの活躍を見ることができるよ。こちらは商業部門。県外研修は授業の一環で実施され、全員が研修に参加します。東京証券取引所では株の投資体験をします。株取引の難しさや将来のための投資の必要性を知ることができます。社会人として必要なスキルを学ぶみんなの様子が紹介されているね。そして水産部門。船舶、水産、食品加工、情報通信技術、マリンスポーツなど、未来の水産・海洋関連産業を担う人材を育成しています。いろんな学校があって、どれも楽しそう。その他の部門も含め、たくさんの動画や写真が公開されているので、パソコン、スマホでぜひチェックしてくださいね。第27回沖縄県産業教育フェア、高校生チュラサンフェアの開催期間は3月31日まで。いずれ高校へ進学する小中学生や保護者の皆さん、専門高校などの魅力や楽しさを知って進路選びの参考にしてみてはいかがですか？あ、SDGs の卵、今日は4番と9番、高校生の学習の成果を未来の技術革新につなげよう。みんなで大切に育てていこうね。続いて県からのお知らせです。1月31日まで県立総合教育センターのホームページ上で特別支援教育ウェブ展示会を開催しています。詳しくはご覧のところまで。県では不発弾探査の費用を原則全額補助しています。建築工事などを行う際は不発弾探査を実施しましょう。詳しくはご覧のところまで。県内各市町村では民生委員、児童委員になっていただける方を随時募集しています。詳しくはご覧のところまで。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせです。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントします。ふるってご応募ください。この番組はインターネットでもご覧いただけます。次回も暮らしに役立つ情報をお届けするね。お見逃しなく。